本日のレシピは意外と簡単、基本のトマトスープパスタです。沸騰してきましたのでパスタ入れていきたいと思います。こんばんは、なりです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきたいと思います。まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。それではやっていきましょう。レッツワンパン。はい、それでは早速やっていきましょう。本日は基本のトマトスープパスタということですね。トマトスープって聞くとちょっと難しいかなって思われる方いらっしゃるかなと思うんですけども、今日はこちらのフレッシュなトマトを使ってトマトスープパスタ、今日ももちろんフライパン一つでやっていきたいと思います。ではね、早速トマトカットしていきたいと思います。本当だったら湯むきして皮を剥いた方がいいんですけども、湯むきね、ちょっとめんどくさいなって思われる方、ハードル高いなと思われる方いらっしゃるんじゃないかなと思って、今日はこのまま使っていっちゃいます。まずはこんな感じでヘタとお尻を取ります。そうしましたら端っこからまずは簡単にスライスしていきます。スライスしたやつをこんな感じでダイスカットしていきます。簡単さを重視して、皮付きでもそれなりに美味しいの作れるよっていうので作っていきたいと思ってます。もう一個の方も同様ですね。ティア。はい、それではトマトカット終了です。ここからはもうすべて鍋を使った調理で進めていきたいと思います。まずは先ほど切ったトマト、こちらを投入します。続いてお水、お水は今回 200cc 入れます。トマトからね、結構水分が出るんでお水は少なめにしております。続いてシーフードミックス、こちらを 70g 入れていきます。今回はね、基本のトマトソースってことで、はっきり言って具材は何でもいいんですけども、まあ冷凍のシーフードミックス結構お手軽で美味しかったりするんで、それを入れちゃいます。続いてコンソメ、こちらをスティックタイプのものなんですけども 4.5g ですね、使っていきます。だいたい小さじ1杯だと思っていただければ OK です。そしてバター 10g、 お塩、こちらは 2g、 小さじ半分弱ですね。バジル、乾燥バジルですね、こちらは小さじ1杯、こんなもんですかね。最後にオリーブオイル、オリーブオイルは大さじ1杯 15cc ですね。以上を入れましたら一旦沸騰させます。トマトをそのままを使っていくんで、もしかしたらね、結構酸味効いてて酸っぱいなって思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、そういう方はね、ちょっとお砂糖を入れたり、お砂糖をちょっと嫌だなって方は、まあ、蜂蜜とか入れていただいたりすると甘みが増して美味しくなるかなと思いますので、ぜひね、それは作ってる最中に、確認しながら、最後味見とかしながら作っていただければなって思います。フレッシュなトマト使ってるんでね、スープまでね、飲み干すとめちゃめちゃ栄養価高いものに仕上がるんじゃないかなとも思ってます。はい、沸騰してきましたのでパスタ入れていきたいと思います。本日のパスタもこちら、 DJ コーのパスタ 1.6mm 80g ですね。それでは入れていきたいと思います。失礼します。おりゃあららら。さあ本日もですね、パスタアルデンテに仕上げたいので、表示時間マイナス1分8分で茹でていきます。レッツタイマー。パスタはね、放置してるとくっついちゃうんで、こんな感じでたまに混ぜてあげてください。沸騰してね、茹でてる最中にトマトもどんどん崩れてってソースっぽくなってくるんで、それもね、楽しみながら作ってみてくれればなと思います。で、本日はトマトスープパスタになるので、ある程度水分が蒸発してきて、茹でてきたなって思ったら蓋をしちゃいます。はい、残り5分です。ここ以来で一旦蓋の方をしていきたいと思います。そしてあと5分茹でてきます。はい、タイマーになりました。それでは開けていきたいと思います。オープン。じゃあ、水分も結構ちゃんと残ってていい感じに仕上がりましたね。そしたら少し味見しましょう。ここで軽く味見。気持ち酸っぱいですね。やっぱトマトの酸味が結構効いてて、これが好きって方はいいと思うんですけども、気持ち甘めにしたいと思います。
ほんとちょっとだけでいいと思います。小さじ1杯もいらないですね。小さじ半分ぐらいで大丈夫だと思います。これでじゃあもう一回混ぜて味見。あ、うまい。じゃあ盛り付けしていきましょう。盛り付けが終わりましたら、あとはまあお好みで粉チーズをかけていただいたり、パセリをふりかけていただいたらいいんじゃないかなって思います。それでは完成です。意外と簡単、基本のトマトスープパスタです。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。あ、うまっ。うまい。おいしい。これはいいですね。この酸味のちょっと効いてる感じが、暑い夏でも食欲をそそられますね。結構ね、冷房で体冷やしちゃったりとかすると思うとか、あとは冷たい飲み物飲みすぎとかアイス食べすぎとかあったりするので、食べてね、ちょっと胃と腸をいたわってあげるのもいいんじゃないかなと思います。またチャレンジャーの人とかはここに鷹の爪いっぱい入れて煮込んで激辛トマトスープパスタとかみたいな、暑い夏に汗だらだらかきながら食べるみたいな、そんな食べ方もいいのかなと思います。ちなみに次回は冷製トマトスープパスタをやろうと思ってますので、その次も要チェックやで。では皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。ほうほうほう、明日は